えこんにちは fcl の高田です、えー、fcl 動画インタビューを始めていきたいと思います、えー、今回も引き続きですね内田先生とお送りしたいと思いますよろしくお願いします,しますで今回内田先生シリーズはあーラストという風にしてなりますで第1回目で、えー、体に関する理解を深めていただいて第2回はあ呼吸だったり息の話で3回目はあ姿勢のお話 でも途中でもちょっとお話ししたと思うんですけども非常に難解ですので実際やってみた方がいいというふうにして最後に3回目の最後に紹介したと思うんで今回は実際じゃあどうすんのよっていうところをぜひ内田先生に実演,させて実演してもらいたいなというふうにして思います。でこの実演ですねこれはそのまま子どもにやらすというよりはまず大人の方がやった方がいいんですよね。 で、これ大人がやった方がいい理由って何なんですか、ね？えっとですね。まず簡単に言うと息遣いって映るんですよ。お<ー>すごく簡単に言ってしまうとイライラしている人とが横にいるとこれイライラ必ず映ります。でも、うんうん、よりこのイライラに反応しますから。うん、で、全然これ反応してる。じゃまだいいんです。うん、一番まずいのはこのイライラしてることに気づかないなんですよ。うん、もうこれ人気などのコミュニケーションがシャットダウンされてるんで、うん、そしたらもうスポーツでアイコンとかなんていうのをう夢のまた夢です。うん 今度関係性は人間のコミュニケーションがどんどん崩れてくるので実際にその息遣いが映るって言われてもは何の意味かわからないってなってしまうので、うん、だ実際それをお互いにね肌の触れ合う感覚ないし、うん、その息が乱れるシーンをわざと作り、うん、その時何が起こるかっていうのを分かってもらっていい<ー>でするすりか。 まず今からやるような実演してもらうものを指導者自身が実践して指導者自身が息を通しなきゃいけないし姿勢もよくないと根本的には良くならならいよとうちに例えば小学生中学生あたりの子,うちの姿子が、ね、姿勢悪いんで直してくれ、はい、まあもうほぼ子供の問題じゃないんです。<laughs> かチームスポーツで言うならばあのい強いチームはやっぱ姿勢がいいんですよ。うん、一緒にってね息が詰まらないです。うん、やっぱ猫背で常になんか悶々として常に笛踏まってるとか息が詰まってますから、うん、と必然的に移ります。うん、もちろんその中にはわざと俺は違うよってやる人いますけどどうしてもこれ多勢に無勢なんですよね、うんと。指導する大人がやっぱいい姿勢を見せないと、うん、子供はうんって言いません。そ、うん、それこそ うならスポーツクラブにいるなら太ってる人が「はい痩せないとこうですよ」って言われても響きませんよね、うん、だからそれこそ何のアスリートもそうですよねいい選手は姿勢がいいですよでそのためには指導者がよくなりますそうですねまず形からでも構いませんからあ,あ,あこれでもなんとなく雰囲気が分かってやっぱり指導者が息が通ってて姿勢がいいなんとなくそう感じるなって僕が思う人のところのチームってなん,かななんとなくいい雰囲気なんです,よ、ね、ですかっこいいんです理屈ので,です じゃそれをぜひちょっと実演していただきますので、はいはい、お願いします。はい、では、えー、実際実演していただきたいと思います、えー。まず最初はですね、呼吸と息と恐怖不安の関係をちょっとおやってもらいたいなというふうに思ってますけど、はい、お願いします。お願いします。で、話に出たようにじゃあ恐怖心とか不安。 で、これ、実は頭で処理しようと思えば思うほど、処理が難しくなります。で、は、要するに、溜まってしまった不安と恐怖心をどうするか。もう実は息を吐くしかないんです。実はそれが昔から深呼吸しなさいって教えなんですね。ただ、深呼吸するときに皆さんのミスは何かと、吸うんです。とにかく。<laughs> と、逆に不安が煽られます。そうすると、実は今日今、わかりやすくやらせてもらうんですけれども、 痛みを伴うのが一番分かりやすいんですね。不安感っていうのは、うん。もうダイレクトに肉体に問いかけちゃう。うん、つまり頭の中の痛み、なんか思い悩んで頭が痛いっていうのと、実際肉体に意味が違いますので、で、今実際にやっていただくのは、ただ頭の中で思い悩んだ悩みも必ずね、ここには溜まるんですね。で、腹っていうのは基本的にこれ弱点ですから、人間だけお腹出してこうやって歩いてますけど、 だから腹触られるってのこれ、要するに腹探るとか腹の内を見るっていうのは、実は別に悪い意味ではなく、その人の本心を実は見てあげたいんです。そうすると、ちょっとごめんなさいね。立っていただいたときに。と、ポイントがまず一つだけ。あの、できるだけというよりも、基本的に息は鼻から吸ってください。で、吐くのは鼻でも口でもどっちでも構いません。ただし、恐怖心ないし、不安なものを出すには <laughs>、口から吐いた方が理想的です。 私これも吐くときもポイントがあります。やっちゃいけないのはため息、はあ。そしてもう一つ。どうしても吐く瞬間に背中がふわっと丸くなる人。まずは背筋まっすぐ立てていただき、顎は軽く落としていただき、目線は水平線を見るぐらいですね。で、ポイントは鼻から吸って口から息を吐く。ちょっと3回ぐらい行きましょう。そうですね。まっすぐの意識は変えません。 まずここ基本動作です。極端に言うとこのまっすぐをまずやばくなったら一回背筋を伸ばしなさい立てなさいでこの意味ですで次に今度は先ほど言った痛みをちょっと与えますただ痛みを与えるんですけれども何をするかといったらお腹の部分に僕は軽く拳を当てますどうしても不安を感じると人は本能的に鼻ではなく口で息をで吸いたくなってしまうんですがここは今差をつけるために今後に鼻で吸ってはい口で吐いてください で僕は今彼が吐いているタイミングの時にお腹に拳を当てます。はい。ですね。もう一回だきます。はい、吸って、ねはい。吸って。吐きます。OK。一回だけにします。今の感触を覚えてくださいね。もちろん叩かれて痛みはあるんですけれども。で、ちょっとこれ次は嫌だと思うんですが、痛いのいきます。<laughs> ただもう皆さんイメージください、はい、口ですって口で吐きます、はあ、そう、はあはあ、もう一回次でいきますよ、はあ、<laughs> 受けた瞬間にたまっちゃうんですね、うん、とこれが続けてくるともう最悪ですまた吸います吐きます、はあ、<laughs> はいはいもだん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 背中丸まってきます息が上がると実はこの感触なんです 実はプレイしてても心肺機能うんぬんいうのは当然それはそれであるんですが、あれだけ走り込んだのに、うん、なぜお前息上がるの、うん、実はこれなんですね。うん、顎を上がって背中丸まり、口で、はぁ、はぁ、はぁ呼吸するとお腹どんどん硬くなります。うそのイメージこうなっちゃう。そうすると何か肩で生きちゃうんですか。そうです。もう猫背になってしまうとお腹潰されてますから横角膜うまく動きません。 苦しいです苦しい時のは実は吐けてない時なんですけども頭そんな賢くないんで苦しいと思うとここでいわゆるそうそうそうもう肩を上げながら口で息を吸ってもらっていいですか吐いて <laughs> この時にチャージなんかが当たるとはいこうなりますま <laughs> っすぐにしましょうはいもう一回鼻で吸って吐きますそうです,ですはい鼻で吸って吐きます そうです。だからどうしても深呼吸するならば、ポイントはもうたった一つ。背筋、シャンと伸ばし、必ず鼻から吸って、口から吐く。ただ口から吐くときもやってはいけないのはため息。うん、は吐くと、外から入ってくるストレスは全て自分の体の中に溜まります。だからため息なんですよ。ためちゃうんで。 でもしっかり口から、息を吸ってもらったものを、そうです。嫌なストレスは必ず生きている限り入ってきます。ただこれをうまく付き合わずに、はい、出せてしまう人。と、逆に、口で吸って止めてしまう人。はい。と、も一瞬腰砕けになるんで。じゃあメンタルってここに出るんですね。これ、あれですよね。 子供にはやっちゃダメですよ。まず今これ実演なんで,なんで、はい、<laughs> これ今あのやっていただいたのは、えっ、ー、と息と呼吸と不安と恐怖姿勢の関係を分かりやすく見ていただいた。はい、で、じゃあ次実際その息をじゃあ通すとか、はい、呼吸不安をコントロールするために、まあこれ何回も言いますけど大人ができること、はい、まずですね。なんかいくつかちょっと紹介していただきたいんですけども、はい、そ例えばですね、あのまあ一言ざっくり言ってしまうと辛い姿勢 まあ、ちょっと伝してちょっと語弊があるかな。はい、あの、きつい状態の中で呼吸をする。それだけでいいんです。で、ただし今度、先ほど言った姿勢と呼吸の話もいきますけど、いい姿勢の時は、実は呼吸がしやすいんですよ。はい、とか、長年、猫背になれてしまうと、はい、いい姿勢は辛いって皆さん言うんです。でも、それいい姿勢じゃないんです。はい、それなぜかというと、いい姿勢で呼吸したことがないんです。猫背、はい、で深呼吸できないですよ。猫背で深呼吸すると、お腹どんどん硬くなりますから。 そうするとよくお相撲さんでうあの四股踏みとか、野球、そうですね、一六になるとこう、肩落としてもらって、こう肩入れなんてやってますけど、基本的には、ちょっと今日はジーパンが耐えてて申し訳ないですけども、まっすぐ立つなんです。足もまっすぐ立ってる、背中もまっすぐ立ってます。この状態で深呼吸を、 最初のうちは1回でも2回でもいいです。まず慣れないとミス。まずつま先が内に入り、腰が抜け、こういう人。うん、もうこれは呼吸できません。うん、と痛みがどんどん増してきます。できる範囲で構いません。で、実はこれも、あの、柔軟性が私ないからできないとか、筋力ないからできない。うん、実はこれ脳みミスの言い訳なんです、ね。うん、まずやったことないだけなんです。うん、もちろんもう、 ここに人工コットンが入って何が入ってて、物理的に不可能って方は別ですかでもそれでも、実はそれはそれなりにちゃんと体を動かせますから、ちょっとまたそこはね、応用で難しくなってしまうんで、まずできる範囲、もしくは最悪ね、壁か何んか捕まってもらっても構いません。とにかくまっすぐなんです。まっすぐしゃがんでって、ちょっときついなってところで止めていただき、深呼吸を、 吸っったたに背伸びをしてもらったら吐く時も背伸びしたまんま、うん、出がちなミスは、うんはあ、これ一番危険です、うん、これだんだんきつくなってきてもそのきついのがいいってことですよねでプルプルし始めてしまったり、まあ、そこはブレークです<ー>ちょそのさじ加減は難しいんですけどただ多少きつくても呼吸さえ、うん、強く出してれば だんだんそのキープする時間は長くなってきますあ。あ、じゃあ長くなることを一つの目安として。ある意味そうですね。だ最初は2回の深呼吸、それこそ十数秒のものが30秒で4、5回になり、それが1分になりっていうふうに、これはもう日々地味一致な積み重ねをしていく。<ー>実はそれができてくると、いわゆる頭の中で君何でもできるんだよって思い込ませるんではなく、うんうん、要は自分の体がコントロールできるのがこれ一番実は自信なんです。うん、だからいくら頭で妄想しても動かない体に対してはイライラするんです。うん 実際、うちで見てるその患者もそうですけど、脳卒中脳梗塞で自分の体が重いに動かなくなった時、これが一番人間は不安であり、恐怖であり、怒りなんですね。動かないなんで。でも、そういう時の呼吸は単純に、やっぱ、うん、これを、吐いてあげる。だプレイをしてても、ラフプレイにあって、イラッとした時に、ぐわっと上がっちゃうと、負けますから。うん いかに冷静に背筋伸ばしてもらって、確かにね、イライラはするんですよ。でもイライラは変な足、吐き出しちゃう。でも呼吸法だけでは限界がある。だから姿勢も伴うんです。それが、もうずっと長そうして話をさせてもらった、切り離せません。もう嫌なものだって存在しますから。嫌なものは消せません。嫌なものを消そうするとおかしくなるんで、この嫌なものは存在するけどどう付き合うか。それがお話になった恐怖心とどう付き合う。 肉むべき敵ではないので、うん、敵にすると感覚こうになります。うん、自分自身の体ですから。うん、特に自分の痛みは自分の責任です。うん、実は。だとするとその責任は最後まで責任を取っていただいて。うん、それこそあの空手とかねあの武術系なんかでこう脇にこう手を引いてね、うん、こんな姿勢でこうやったりするじゃないですか。うん、これ何かというと実は、ね、呼吸なんですよ。うん そうすると、今これ何気こうしましたけど、まっすぐ立てていただいて、両手脇に絞ってもらって、ぐっと引くと、よくわかります。猫背の方はね、必ずこうなるんです。ま、うん、っすぐ引いてもらう。床に対してこの前腕が、平行に来てる状態で腰を落としていただくと、初めてこれで、実は気が巡るポーズになんです。うん、だから極端にでもこれで20分、30分やる方やりますし、 そしてもイライラもこれで要は簡単に言うとできるだけ早めに鎮火させたいんです<ー>それができるとまずこれ指導者がこれをやらないと例えばお子さんが、まあ、子供のねプレーなり何なり選手がうまくいかないとイラッとしますから <laughs> <laughs> イラッとすると冷静な指示ができません<ー>それを理論だけ持ってきて方法論で教えるから子供は何ってなるんです と向こうも見抜きますからね。お前がいらっしてるんだろう<あ>それが違うよって言っても、やっぱ体に出ますから。うん、やっぱ指導者がまっすぐこうピシッと立って、こう来たら、かっこいいじゃないですか。<laughs> <laughs> あの、外人の監督かっこいいのそうなんですよ。ああジャケット着てこう来ても姿勢がいいから、選手は安心するんです、うん、ああそれが、こうやって来られたら、安心できるんですあ,あ,、まずじゃあ 体の側面に取り組むんであれば、ね、指導者が体変えろよとまっすぐ立つという非常に単純なんですけど<ー>多分一番やられてないことそれが一番の選手のためのトレーニングになるですそうですその先にそれこそいろんな細かいトレーニング方法はそれはそれでいいとは思いますただし先にそっちを手をつけるから本質がないんです 何でもスポーツ基本って言われますけど基本って何ですかっていやまっすぐ立つま、うん、っすぐ立ってまっすぐしゃがみじゃあ寝るときはまっすぐ寝てるから楽なんですよと、うん、からこんなになったりこんなになったりしてるからきつくなる、うん、だからもう普段立って話をするときもできれば何か人に指導するときはこれは一番ダメなんで、うん、<laughs> とちょっとねミーティングときなんかも、うん、まず監督どっしり構えてないと選手不安じゃないですか、うん だいいどっしりしてる感覚でちゃんと喋り息が通りミーティングの空気が良くなればこうやって送り出しができますからでもこれがこうやっちゃうとダメなんですよねそんなイメージです <laughs> はい、えー、では実演の方いかがでしたでしょうか、えー、今回最後ということでですねまとめさせていただきたいんですけどもまあ第1回目でそもそも体に対する 価値観というか身体感とかそういうことを変えていこうっていう話をいただいて、うん、そのために第2回目では呼吸という切り口で話していただいてえ息がが通らなくなくることがまず悪の根源だと、はい、でその要因が不安であったり恐怖心にうまくうをうまくコントロールできないというか、うん、でその結果生き方が下手になって息が詰まり、はい、で第3回目の姿勢につながる悪い姿勢につながる。 ガガチガチになっちゃううで,、ね、で最後お話が出たようにですね、えー、じゃ実際選手にどうトレーニングするかっていうよりも、うん、まず指導者自身が、えー、うまくう感情をコントロールというか、うん、息を通すというか姿勢をよくすることが実は一番いいトレーニングなんだよ、はい、ったよということでお話また実演していただきました。えー、ぜひですね、えー、最後にやったあ実演を、はい 取り組んでいただいて、それが一番選手のためになるっていうふうにして取り組んでいただければなというふうにして思います。うんうん、では第4回にわたりありがとうございました。ありがとうございました。